学生時代の食欲、市川海老蔵。昨日炊いた米、すべて食べてしまった。歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが2022年4月15日の自身のブログで、帰宅し4杯と題し、食欲の凄さについて綴った。ブログで海老蔵さんは、卵かけを3杯、そしてラー油を1杯、4杯食べました。昨日炊いた米、すべて食べてしまった。満足です。学生時代に戻ったみたいな感覚に。死と横になります。と綴った。ブログ読者からは、わかる、これは何杯でもいける、海老蔵さんがたくさん食べてるのは安心、そして嬉しいです、しっかり食べてパワーアップして元気に舞台を乗り切れますようになどの声が寄せられている。4杯食べました。市川海老蔵。ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございます。